ちらはコインの飛行とグラスの破壊を連続して演じることができるメカニックテーブルです。操作はリモコンのボタン一つで行えます。それでは早速コインの飛行から演じてみましょう。大小2つのグラスは特に仕掛けはありません。ショットグラスを置き、密室状態を作るようにして大きなグラスを伏せます。コインはエキスパンデッドシェルやスコッチ&ソーダを用いると良いでしょう。こちらにはマグネットロック式のスコッチ&ソーダを用意しました。観客の手のひらに置いて少し振ってもらうだけで透過が消失します。コインが飛行するという演技です。ボタンを押すとコインが飛び移ります。続けてグラスの破壊を演じてみます。ガラス製のワイングラスは特に仕掛けはありません。伏せるようにしておきます。飛び散るのを防止するため透明なカバーをかけます。念を込めるふりをします。ボタンを押すと破壊されます。使用後は普通のテーブルのようにして使うことも可能です。ぜひご利用ください。